味噌と一味が合うんだ。はい、いただきます。いいっす。うん、最高だね。いただきます。皆様おはようございます。お元気でしょうか。いつも無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、チャーハン研究家まかないがお送りする味噌チャーハンですね、味噌味のチャーハンを作っていきたいと思います。材料はですね、このネギの青い部分、そしてソーセージ2本、まあソーセージね、なかったら別にツナでもいいし、ハムでもいいしとね、そんな感じでお願いいたします。それではね、早速薬局ドラッキーストアで始めて、参りましょう。はい、まずですねギーネイーストンですね。はい、これね、まあ、彩りも兼ねてこの青いところで十分だからね、適当に切ってください。なんかツンガツンツリリンロンですね。はい、こんぐらい切ればいいかなね感じですね。はい、端に寄せといて、お次はソーセージ輪切りでもいいんですが、やや粗みじん的な感じね、4分の1カッティですねしていただいて、あとはね、さっくんさっくんさっくりのすけとね、切っていくだけでございます。ざっくりなと。はい、あとはね、適当に、みじん切りね、粗みじんでいいですよ。あんまり細かくてもしょうがないんでね、粗みじんでねお願いいたします。粗みじん切りできちゃったのぐらいのね大きさで全然大丈夫だと思われます。はい、こんな感じですね。あとは、味噌ですね、用意していただいて、合わせ調味料先に作ってしまいましょうか。それではですね、合わせ調味料の方を作ってまいりましょう。だし入り味噌とかいいね、これね。だし味噌ね。はい、これがね大さじ2分の1入ります。こんなもんかな。はい、そして酒ですね、まあ料理してもいいし普通のね飲むお酒でもいいです。これもね、大さじ、2分の1入ります。まあ味噌と同量ぐらいですね。まあ、パック辛いなと。こんなもんでよろしいかと思われます。はい、そして香り付けのごまアビーリーですね。はい、これが小さじ1です。あ、ちょっちょりーなと。はい、こんな感じになりました。そうしたらおろしニンニクですね、1かけ分。まあ、この味噌とねニンニクっていうのはね、非常に相性がよろしいんで、ニンニクは入れてください。これからちょっと営業で回んなくちゃいけないんだって方はね、無理して入れないでも結構です。はい、そして生姜ですね、ジンジャーですね。はい、これはニンニクの半分ぐらいの量でいいです。はい、こんなもんで OK、ベリー OK ティングでございます。はい、あとはね、これをよくね混ぜ混ぜ混ぜ T に混ぜリーノスケですねしてください。はい、そしたらね、バービーコーナーの方に行って、チャーハン作ってまいりましょう。今日使用するご飯はですね 200g 換算でね、この合わせ調味料を作りましたのでよろしくお願いいたします。まあ俺ちょっと200じゃ飯足んねえ、400にしてんだったらね、この合わせ調味料倍にすれば OKOK ベリー OK ティングでございます。それではねバービーコーナーの方へゴーしましょう。はい、ただいまですねバービーコーナーの方にやってまいりました。フライピンですね、あらかじめ油なじませてあります。ちょこっとね、アビーリがね上るぐらい入れといても結構です。はい、それではねやってまいりましょう。生玉ねぎですね。はい、生玉ねぎぶち込みます。シーメーエンジェルですね。はい、ぶち込みます。 200g 本日は入りました。はい、あとはね、こうご飯をね、フライパンの下にこう押し込むような感じでね、パッツンパッツンパッツンリノスケとやってください。よし。はい、そうしたらこいつですね、さっき切ったギーネーソーセージですね、ジジイの G です。はい、これをぶち込んでください。はい、あとはねもう普通のチャーハンをね、作る要領でフライパンをねバッツンバッツンバッツンリノスケと振っていきます。you
ぼほぼ具材混じり合いましたね。このフライパンを振るコツなんですが、まあ何回もね説明していますが、こうやって上に持ち上げてもダメだそうですね。うん、このカーブでこう返すような感じだから、引くだけね、こんな感じね、上にこう持ち上がってもね、こうダメだからね、なんかこの辺できちゃうけどね、引くと、はい、こんな感じでお願いいたします。はい、そうしたらブラッキーペッピー、あ、ちょんちょんちょちょんちょっちょリーズカット入れての、はい、合わせだれですね。はい、ここ一気にやんないと焦げるんでね、気をつけてください。それではぶち込んでいきましょう。はい、あとは強火で一気にね煽っていきます。もうギャーリックのいい香りがしてきたぜこれ。はい、合わせ調味料がね混ざったところで、完成となります。ダマダマがあったらね、潰してくださいよ。はい、それではですね、器の方に盛り付けて味噌チャーハン行ってみましょう。ただテーブルの方に味噌チャーハンですね、運んでまいりました。それでは早速やっていくね、はい、やってみましょう。味噌ギャーリックチャーハンって言った方がいいかもしれないですね。お好みでね、一味七味バッツンバッツンですね。味噌と一味が合うんだ。それではいただき、わお。あ、最後にね、紅生姜添えさせていただきました。いただきます。いいっす。いや、醤油もいいけど塩もいい、塩もいいけど味噌もね、ねえ、やっぱラーメンさすが味があるよね。ラーメンもなんかねえ、チャーハンも味噌作ってもいいんじゃないでしょうか。Thank you.